分に膨らんがんのか。うん、上の上なんだ。上行こう。夕飯の会。富士山が綺麗。道の駅の上にあるドッグランです。それか。あ、ここ全体がドッグランなわけじゃないんだね。あそこの月の位置で合ってる。え？月の位置はあそこで合ってる。合ってんのかな。なんか足が真っ黒になりそうな。富士山が向こう側に見えます。ねえ、お月様が綺麗です。お月様がすごく綺麗。あ、雑巾持ってくれよ。今フータをこのドッグランで遊ばせたので、暗くて見えないけど遊ばせたので、そろそろ温泉に行ってきます。できます。ここの温泉に入ってきます。富士山が真ん前に見えて、すごくいい露天風呂があります。そこに富士山見えてる。あ、そっか、もう暗いからちょっと見えないね。はい、ではお風呂、温泉から帰ってきたので、今日は車の中で乾杯したい。やだ、ふーちゃん、なんで舐めたの。待ってね、ふーちゃんに曲げるからね。では、はい、お疲れ様です。乾杯。さっき買ってきた、なんだっけ、バサシ、バサシいただきます。グラム800円。そんなこといらん情報だわ。おいしそうな色。美味しい。うん。道の駅富士吉田。今日はここに泊まります。ここの駐車場に宿泊します。これからスータの夜の散歩、最後の散歩に行ってきます。ちょうどお月さんしか見えない。星とかが撮れない。このちょっと不思議な感じの雲を撮りたいんだけど、真っ暗で分かんないや。
月様。寒い、二度ぐらいかな今。かなりでっかいな。ドッグランから見た道の駅の様子です。今何時ぐらいだっけ？九時ぐらい。九時ぐらい。夜の九時ぐらいです。キャンピングカーが何台ぐらい止まってるの？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10台ぐらい。キャンピングカーが10台ぐらい止まっているそうです。止まっているみたいなんだけど、私はちょっと目が見えないので。結構キャンピングカーが止まっています。今日はここに宿泊です。ここで宿泊です。またお月様。また。また。またか。散歩から帰ってきて、これから私のね、それ熱燗を。俺を取ってるわけ。温めて、まあまだ温めてないのか。これから使う温めて、また飲み直します。ゆーちゃんもお散歩終わったんだからねんねしなさい。おいで。ねんねしな。散歩から帰ってきたので、再び飲み直します。さ、乾杯。外は3度わかんない。今中は21度だけど外は何度なんでしょうね、うん、2度ぐらいだったと思うんだけど、すっごい寒かったですね。ふーちゃん、富士山の方を見て UFO が来ないかね。 UFO はいませんでしたね。いませんでしたね。 UFO 発見できず、うん、お茶はもう疲れたからね、西野。そして夜はしんしんと過ぎていく。年々しなさい、ふーちゃん。でも馬刺しが残ってたんだね、うん。あー、なんかすっごい寒かったんで、熱燗が美味しいです。飴食いながら熱燗飲む人は珍しい。ラムネ効果飲めちゃう。食べな。以上です。現場から下もパジャマに着替えました。布団行かなきゃね。ふっちゃん、パジャマに着替えたのね。夜の宴はまだまだ続く。宴ってなんだっけ？宴って宴会の宴と書いて宴だ。何したいの、ふーちゃん？外行きたいの？ねえ。キャンピングカーで出かけるときも必ずこのおはぎちゃんを持ってきます。キンキン、おはぎちゃん必ずおはぎちゃん持って歩いてます、はい、後ろ